ピザラジロケ。さあ本日はピザラジチーム福岡にやってきております。ありがとうございます。なんとですね、今日はあの福岡を案内してくれる方がいらっしゃるということなので、はい、そんな人がいるんですね。早速お呼びしたいと思います。はい、 DJ フォイ君です。おうっすお願いします。フォイ君案内してくれる人なの。案内してくれる人なんだ。もう凱旋っすよ。凱旋っすよ。かなり早めの凱旋っすよ。てか、ホイ君、はい、案内してくれるの？なんかすげえディープなとこに連れて行かれそうな。すげえディープなとこに連れて行く予定で。聞いてないな、聞いてないな。あれはフルモザイクの可能性あり。フルモザイクの可能性あり。いけますか？楽しみ。いや、でも楽しみです。はい。はい、じゃあ早速、はい、行きたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。そんななんかあれじゃ、フォイをパッと呼んじゃいけないんだよ。いや全然いいっすよ。俺からすごい舞台が15日あるのに。いやマジなんかジュース買ってきてとかでもいい。全然行くんで僕。次だってあれでしょ、明日からタイ行くでしょ。あ、はい、タイ。もう一発目に行く場所は決まってんでしょ。ああ、もう一発目はですね、はい、あの僕の、うん、あのおすすめの、多分福岡で僕が一番美味しいと思ってるラーメン屋さんなんですけど、はい、絶対間違いないじゃんそれ。いやもう本当にマジでいつもパンパン結構入ってて。あ、そうなんだ。はい、だから多分違法店なんですよ。そんなわけないじゃないですか。何年も客が入り続けるわけないじゃん。確かにおかしい、ね、だから絶対ダメなんですよ。確かにおかしい。一発目はそれダメなラーメン屋から。あ、なんか僕がもともとボーイしてた時にもうほんとずっと通ってて。へぇ、そうめっちゃ近くて。だ、地元の人がね、うまいっていうのは本物だからね。めっちゃ美味しいですね。でもあれなんだね、なんかそのボーイ時代に、はい、ラーメン食べに行ってたっていうことは、はい、それ夜空いてるってことでしょ。あ、もうそうですね、だから違法店なんですよ。深夜超空いてる。深夜超空いてるんで。深夜空いたら違法店なんだ。店員バリ怖い時あるんですよ。いや、そうなんだ。店員のローテーションによってはバリ怖い時バリコアローテーションって感じですよ。で、あの僕がボーイで働いてた時は、うん、マジおしゃれした岩みたいな人がいた。おしゃれした岩。めちゃくちゃ怖い。でも今日街中結構行くわけじゃないですか、はいはい、多分、はい、もうフォイ君なんて人だかりできたら大変なことになる。いや、言うて、うん、でもし別に僕ファンタイは最悪なんで別に関わってくんなって。あ、フォイ君ですかって。違うし、関わってくんな。めちゃくちゃ任せてください。どうですか。全然ちげえから俺たちの心象が悪くなる。全然ちげえから。普通に絡んでくんな。あの人狼とかは出てもらったけど、うん、ピザでガッツリロケって、ね、いやマジで、だから超嬉しくて、あ、ダメですよ僕みたいなのと絡んだ。僕こんなんなんすか。言ってるけどね。仕事に支障きたしますよ。ずっと言ってんじゃんそれ。僕は不安で仕方ないっすね。炭掘ってるやつ大石さん一緒に出れないんじゃないですか。ダメっすよ大石さん。いや出れるよ。福岡ってさ、もう大阪に並んだこう食い倒れの街じゃないですか。はいはいはい、確かにめちゃくちゃ飯美味しいじゃないですか。飯は美味しいっすね、うん、なんかしかもあれじゃない、地元の人しか知らない名店みたいな多くない？めっちゃ福岡って多分そのトラップやばいっすよ。多いよね。福岡も観光客トラップマジ口開けまくってるんで、屋台とかほとんど地元のやつ行ってないっすよマジ。あ、そうなんだ。そうなんか、そういう、僕屋台で食ったこと一回もないです。へえ。多分 ほぼ高確率で屋台に座ってる人は観光客っす。へえ。多分そうだと思います。どうしよう、これでめちゃくちゃ地元の人と根強い屋台とかあったら、あの編集で僕はもうあるかも、そういうの言ってないことです。モザイクかけとこうだし。僕が喋った瞬間だけ一瞬僕の顔にモザイクかけた。僕じゃないって言われて、はい、任せてください。何歳まで住んでたの？え、僕っすか、うん、え、でも上京してくるまでずっとっすよ。20歳ぐらいまで、はい、え、そう、もう本当に福岡で生まれて福岡で育っただけなんで。はい、ただそれだけの男。大丈夫ですか今日。あ、それでレペゼンやるっつって東京来たんだ。あ、そうだから社長がなんかお前も東京来いって言われて、なんか社長が最初に東京に行ってて先に、でお前も東京に来ないかみたいな。いや、まあ来ないかも何も、行くしかないんやろうなと思って行ってる途中 あの新幹線の中で、僕どこになんか泊まればいいですかって言われたら、あんま分からんって言われて。もう路頭に迷ってます。東京着く前に東京で路頭に迷うこと確定してたっす。すごいよねそのフットワークの軽さとか。いや、フォイは軽いマジで。僕、いやでもめっちゃ人選んでるんで、別にそんな大してなんか仲良くない人に誘われても、マジ行かないそうで。あ、そうなんだ、はい。フォイフットワーク軽いイメージあるけどね。僕めちゃくちゃ仕事の優先順位決めてるっす。自分の中で勝手に。ピザラは社長の葬式とためぐらい。葬式やったらギリ断るかもしれないですけど。あ、葬式なかったら、はい、もうじゃあいつでも同じなんだ。もう全然 OK。 いつでも呼べんじゃん。
いやマジ新鮮ですね。だからメンバー以外と福岡にいることって本当あんまないんで、はい。メンバーってみんな福岡？みんな、はい、そうですね。あ、そうなんだ。おのおの場所若干違ってて、で、僕と社長が多分市内なんですよ。へぇー。てか丸が春日市っていう、春日市、まあ、調布ぐらいの場所で、ちょっと離れた場所。あ、そうで、銀太が筑豊で釈迦にと、あ、一緒だ、同じで、久留米に脇がいて。へぇー。てか、あれだね、そのあんな奴ら集まる福岡ってちょっとヤバい街だね。え、でも福岡今日ロケしてパッて5人捕まえても僕らみたいな。いねえよ、そんな見たことねえよ。そんなばっかっすよ、マジで。マジで全然僕の控えなんか福岡にいくらいると思ってるんですか。街として破綻してるんだ。いや、破綻してるんですよ。だから大丈夫ですか、これから行くとこ街として破綻してるんですよ。まあでもこう芸能人が多い町とかよく言うもんね。確かに、うん、こう個性的というか、ね、うん、そういう福山雅治さんとかそうですよね。あ、そうなんですか、ね、そう長崎じゃないですか。俺も今長崎な気がしてます。言えよお前。長いものに巻かれちゃう、良くないとか出て。あ、長崎、うん、福岡って誰がいるんじゃん。福岡と橋本環奈の最近だったら、はい、あ、そうね、そうなんだ。と、あ、あゆもそうですし。え、で、そうですね、そうなんだ。結構美人多いじゃん。いや、多いっすよ。なんかさ、ファッションの文化もさ、はい、ちょっと独特だもんね。あ、福岡なんかそうっすね。あ、確かにそうかも。なんか俺が20年前に、はい、ちょっとギャルっぽい服が流行ってた時に、はい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 、福岡だけ B 系の女がやたら生まれるみたいな。マジで20年前そうだったの。いや、福岡マジずっとそんなんすよ。ずーっとそうっす。福岡はなんかちょっとね、言葉悪いけど、味の違う女舐めに行くみたいな。20年前はそうだったよ。はい、マジですか。違う味を違う女を舐めに行く。舐めに行かせていただくっていう。全部良くなかった。単語が。あとさ、はい、あの、おもてなしするのすごい得意じゃない。好きっすね、多分。なんか連れて行きたくなるっていうか、こうなんか、自分が持ってるポケが自慢したい気持ちみたいになるんですよ。なんか俺マジこんないいカード持ってんだみたいな感じで、なんかこんなうめえ飯屋知ってんだぜみたいな。逆にそんななんか福岡ってなんか観光地っぽいとこあんまなくて、なんかハチ公みたいな場所だったり、うん、なんかこういうなんかこのなんか震災橋だったり、はい、あ、大阪でいうね、あ、そうみたいな場所なくて。まあでもこう毛子公園とかさ。毛子公園見ます、手ご公園見ます。いや、見るというか、なんか写真撮ろうってなったら、はいはい、なんかあの辺り行って、あ、マジですか、撮りましょうって なったけどね、この間。あ、こ、公園内の治安悪すぎて公園の中に交番できた場所って。大丈夫ですか、その時は写真撮って。いや、俺なんか半年前来た時は全然治安良かったよ。あ、もうめっちゃいいっす。あ、交番できたから、もう交番できたから。あんまないでしょ、公園の治安悪くて公園の中に交番できる。よっぽど最後の手段でしょ。大石さん、なんで半年前なんで福岡。確かに、あの、ソロで、あの、日語りで来た時、12月かな。じゃあもう結構さ、確かに12月だね、結構最近ですね。半年に1回は来てる。あ、でもいいっすね、なんか半年に1回、いいスパーン。福岡と付き合うイースパンス。半年は美味しいもんだけつまんで帰ってみたいな。いや、めっちゃいいとこつまんで。いや、マジで東京とすげえ近かったらなって、マジ何度思ったことが。でも2時間だから別にさ、大阪行くのと変わんないじゃん。まあ確かに確かに。いや、なんか新幹線で帰ることが多くて、僕福岡まで。え、新幹線繋がってんの。あ、新幹線繋がってます。何時間ぐらい繋がってますよ、新幹線。6時間ぐらいなんですけど。あ、じゃあ結構まあ時間かかるの。いや、飛行機で6時間いったらタイついちゃう。確かに。で、これ、あの、これ6時間がマジめっちゃ大事で、うん、寝らずに起きて新幹線の中をまっすぐ寝るんですよ。もうたっぷり寝たら、もう6時間熟睡こけてジャストだ。しかもめっちゃ寝れるから、うん、超一瞬で着くんですよ、ほうほうみたいな。もう体感15分で、うん、6時間の壁超えれるんで。ガチ熱く、しかも睡眠時間も取れるからマジお得なんですよ。なるほど。あ、じゃあ飛行機で行くよりは別に新幹線で行くのもおすすめなんだ。おすすめです、めっちゃ寝れるんで、ちなみに俺も福岡来るときは毎回新幹線取ってるの。マジですか。飛行機は苦手すぎて。あ、そう言ってたっすね、さっき。新幹線で来ることがもうベストってなってて、でもただ今日はもう
ロケの時間が早いから、うん、飛行機なく乗ったんやけど、うんうんうん、あまりにも怖すぎて飛行機降りた時めっちゃひげ伸びてた。え、怖いですか、めちゃくちゃ怖い。超意外っすね。あ、そうなの。ひげ伸びてたからさっき空港のトイレでひげ剃りしてきた。ひげ伸びんの話は思う。感情が揺さぶれるとひげ伸びるんですよ。そうなのよ。キャラ強すぎでしょ。いいな、俺もそんな個性欲しい。めちゃくちゃ面白い。そんなめちゃくちゃいいじゃないですか。いや、よくねえわ。いや、いじりしの 100% めちゃくちゃいじられるんだよ。そう、なんか乗った時に飛行機怖いんだよね、ホイ君って僕が言ったら、うん、もう乗ったらあの着くか落ちるかっすよ。落ちたら死ぬだけっすよ。どうせ助かんないっすって中ゼロなこと言ってて。意外、大石さん飛行機ダメなんだ。ダメダメ。でもめっちゃ意外だったっす、本当に。本当、乗ってそう。乗ってそう、めっちゃ、嬉しい。現に乗ること超あるでしょ、だってめっちゃある。海外もやっぱね、あるし。海外めっちゃ苦しくないですか。苦しい。だからもうニューヨーク行った時とか12時間ずっと、やっばずっとこの状態。うわ、マジっすか。やっぱり間抜けな顔して寝てるっすね、みんな。俺も平気すぎていつも首寝違えるわ。マジっすか。寝ちゃって首寝違える寝違えるぐらい熟睡こけるんですよ、めっちゃいいっすね。熟睡しちゃう。コツないのかな、何なんですか。でもうちで言うと丸もマジで寝ないっすね。そうそうそう、丸もなんか、いや、わかんないっす。なんかそれはそれはなんでなのかマジわかんないっす。怖いとかじゃなくて、いや、あ、もしかしてあいつ怖いの隠してる説はちょあるかもしれないっすね。いやでもやっぱ多分僕らのグループの中でそんな弱みなんか見せたらもうめちゃくちゃイカれるんだよ。めちゃくちゃイカれるんだよ、ほんと。もう僕らみんな弱み見せれないっすよ、メンバーに。僕ら NG 伝えるとやられるんだよ。率先して。おもれえな。でもダメなんですよ、マジで。おもれえな。ほぼ中洲ど真ん中じゃないですか。僕が防衛の時捨ててたゴミ捨て場がそこら辺に。にあって、この前福岡帰った時にめっちゃ久しぶりになんか前の代表と喋ってたんですけど、うん、全然僕たちのビルのゴミ捨て場じゃなかったんですよ。うまくないですか。全然違くて、えそういうのって言ってゴミ捨て場の話したら、 あそこ全然違うビルやけんやけんお前に生かしとったって言われて、ふざけんな、マジふざけんなって。俺を知らない間に犯罪の方もさすが。あとここっすね。のれん新しくなってる。今日のために気合い入れてるっすよ。そう、のれんが新しくなってたっすわ。楽しみ。お腹空きすぎてる今。俺もちょっと待って。絶対うまい。うわ、タイ行く前にラーメン食うのめっちゃ嬉しい。あざっす。普通にあざっす。しゃーしゃー。さあ、ファイ君、ここですか。ここです。やば、なんていうお店なの。京屋っていうラーメン屋。京屋、京屋、違法店です。いやいやいや、店の前で。じゃあ早速、はい、じゃあ行きますか。お邪魔します。お邪魔します。お邪魔します。はい、そうです。じゃあ早速行きますか。行きますかね。何が美味しいんですか。メニューはですね、はい、自分はもうラーメン1本です。ラーメン1本、1本、はい。福岡はもうラーメン1本。福岡ラーメン1本。もうそんなこと言われたらもう俺もラーメン1本。俺もじゃあラーメン。え、ご飯物なんかあるんすか。卵かけご飯あるんですよ。僕、卵かけご飯めっちゃ美味しい食い方知ってますよ。何それ。じゃあ内緒です。卵かけご飯頼まれるんだったら全然僕教えますよ。マジで、はい、じゃあ俺卵かけご飯も、はい、毎回悩むんですよ、替え玉食うのか卵、あのなんか、こうご飯と一緒にみたいな。めっちゃ悩むんですよ、今悩んでます。なんか僕、俺ね、明太子ご飯。おお、食ったことねえわ。気になる。明太子ご飯気になる、確かに。あ、卵かけご飯2つと、はい、明太子ご飯1つ了解しました。お邪魔します。で、ラーメン3つで。ラーメン3つで。あ、麺の硬さ、麺の硬さお好みそれぞれございますか。固めで僕普通で。その辺はこだわりがある。俺マジ普通なんですよ、マジ。なんかちょっと今回多分ちょっと恥ずかしくて、なんかなんかやっぱ固めんだろみたいなのあるじゃないですか。ちょっとバターとネギトッピングもらってもいいですか。バターとネギで、はい、何それ。俺もいい。あのいいな。すいません、あのバターとネギ僕もお願いします。じゃ僕半熟卵を固めのやつ入れてもらいました。半熟卵固め、いいですね。ここ通ってどれぐらいの。いや、もうだから俺本当に、うん、防衛してた頃18とかなんで。あ、じゃあ10年ぐらいのあれなんだすね。10年前からここめっちゃ怖い人いたっすよね。めっちゃがたい、めっちゃ怖い人いらっしゃい。いますよね。めっちゃ怖い人いますよね。ずっとパンチパーマの人。あのパンチって言われてる。やっぱりそうなんですよ。マジキさんいたんですよ。めっちゃ怖いですよ、マジで。パンチさんいたんだ。ガタイもバリヤバいじゃないですか。あ、本当はこの時間やっぱ営業されてないんですか。
夜9時からです。すいません、ごめんなさい。ワンちゃん皆さん徹夜かすいません、マジで。すいません、すいません、毎回お世話になってます。すいません、本当にずっとなんか本当こっちからうち、あの有名な人にも声かけないように、ああみんなも統一してる。そうなんですよ、ずっと来ていただいて、ずっと来ます。そうなんですよ、マジ女とかとバリコソコソ来るんですよ。バリコソコソ来るんですよ。知らねえよ。もう来れないじゃんこれ。いや、てか俺ほんとにマジここライブとかでも話しちゃったから、うん、俺が福岡のタイミングでファンいるんですよ、めっちゃ。あ、もうそうだろうね。マジちょっと言ったこと後悔してめっちゃ来ると思う。合うだろうね、時間帯もね。9時から何時まで？朝7時。一番ラーメンうまい時間じゃん。一番うまい時間ですよ、ね、一番うまい時間にがっちり空いてるんでマジ嬉しいです。そこを11時に開けてもらうって。そうさ、たまんないよね。すげえな、お前でしょ。地元なんで。そのうちなんか市長とかやってんじゃない。入れ墨市長。入れ墨市長。初の入れ墨市長。なんだよ、やばすぎるでしょ。俺そうなったら福岡マジ心配になるって。福岡やれてんのかな。あ、来た。あ、すごい。半玉の方。半玉、はい、いただきます。うわ、すげえ。これマジうまいんですよ。やば、うまそう。これはちょっとロケ忘れちゃうな。うわ、もういただきます。え、もう、はい、ます。自分のペースでガンガン食っていいですか。ガンガンいっちゃいますか。ちょっとまずはスープから、はい、いただきます。うん、まあ、うめえ。うまくないですか。うめえ。めっちゃうめえ。どうですか。うまい。豚骨醤油美味しい。うわ、これはマジでうまいんですよ。うん、おい、うめえ。うまいっしょ。うめえ。マジでうまいんですよ。マジで美味しい。ありがとうございます。いや、ここ餃子もバリうまいですからね。これ餃子頼んだっけ。あ、餃子頼んでない。あ、餃子焼きましょうか。あ、すいません。はい、2枚くらい。はい、あ、ちょっと卵かけご飯来てんの。ラーメンダレをかけて。ラーメンダレ、はい、これをかけるんですか。はい、ちょっと俺ニンニク入れていい。もう今日は女の子と喋れなくなるぐらいまで行きますよ、うん、僕は。一杯丸ごと。そうそう、僕一杯結構ボーンぶち込んでますね。え、やばっ、やばいっすよ、超うまいっすよ。いや絶対うまいわ。大丈夫今日それ。いや、もういいっす。もういいっす。大コース。ロケ今日一本目よ。うまい、うまいっすよ。卵かけご飯やべえ。僕は今どのタイミングでからし高菜取ってもらおうかなって。タイミングこれか。すいません、あざこれいいですか。え、何これは。これ単品で食うとマジベロぶち壊れるんで気をつけた方がいいですよ。でもやっぱこの辛さが福岡っぽいんですよ。福岡のからし高菜めっちゃ辛いんですよ。これ俺も食べたい。超好きで辛いの俺結構いけるから。あ、マジですか。これぐらいですよ多分。これラーメンのスープを卵かけご飯にバリぶち込むんです。うん、マジでクソうまいっすよ。先教えといてよ。今からでも間に合います。マジで、はい、ただでさえ美味しかったのに。間に合いますよ。これを入れるんだ。そうそうそう。激辛高菜超うめえ。うまいっすよ。めちゃくちゃうめえ。うまいっすよね、この辛さ。よくないっすか。うん、味が3段階って感じ。そうなんですよ、全然変わるっすよね、ま、うん。これでもやっぱ豚骨だけどめっちゃ食べやすいね。うん、食べやすい。でも通り、うん、なんかめっちゃくさい系じゃないんですよ。うん、東京出してくださいよマジで。いやーすね、もう今ちょっといろいろ考えてて、間違いなく売れますから、俺売れるよ。東京でここより美味しいラーメン屋さんないっすよ。もう来た。うわ、またこのルックスが福岡っぽいっすよ。いいね。僕すごい美味しいタレ作れるんですけど、うん、ラーメンダレベースなんですよ、うん、こうラーメンダレベースで、うん、ジュニーニンニクであるんですか。ニンニク俺超好きで、よし。で、からし高菜をちょっと入れるんですよ。へぇー、マジこれバリうまいですよ。店員さんも真似していいですからね。ありがとうございます。いやいや、全部バリ大人なんですよ。店員さんはバリ大人なんですよ。でもこれで混ぜて、混ぜていい、はい、言ってもらえたら僕はもうこれが心から好きです。いつか直で。どうぞ直で行きましょう。もちろん行きましょう。僕たちは直の関係じゃないですか。直の関係よく分からんけど。わ、ちょっと小ぶりで。これ美味しそう、ね、小ぶりだね。いいね、一口サイズちょうどいいんですよ。いただきます。うまっ。いただきます。
なんかこれめっちゃうまいっすね。これシソとか入ってるんですか？あ、ちょっとシソ入ってます、ね、めっちゃ美味しい。めっちゃうめえ。自分が好きな味です。うん、完全にめっちゃ美味しいです。マジフォイブレンドがめちゃくちゃいいです、うん、このタレが。うん、嬉しいです。マジで辛みもあって、このサイズでこの味で出されたらマジ無限に永遠に食っちゃう。これてか餃子だけで東京行けますよ。多分福岡の人毎日食ってんのかと思った、豚骨ラーメン。いや、あ、でも俺本当に週6とかで行ってたっすよ。マジで本当に食ってたっすよ。めちゃくちゃ食うっす。しかも福岡ラーメン安いんですよ。あ、確かに。うん、でもここも安いですよね。あのボリュームで。値上げしたばっかりです。あ、これで。値上げしたばっかりで780円ですか。はい。やば。めちゃくちゃ金ないじゃないですか、当時ってやっぱ。まあまあ若いうちはね。そうそうそう、うん。今もねえけどな。いや本当そうなんです。言いながら思ったそう。俺今あったっけ。こんなご飯粒残さないことないもん。俺当時爆食してるもんね。爆食してる。めっちゃうまい。うまいじゃないですか。でこの後も軽いなんか食事のロケあるじゃないですか。うん、もう完全にもう無視食いました。めっちゃおもろい。なんだろう、ご飯おかわりしてやろうかと思ってた。俺ないこと、俺酒行こうかなと思ってもうくらい。めちゃくちゃ気分いいわ。まあよかったです。めっちゃいいです、うん、本当に。いやー美味しかったです。よかったです。美味しかった、本当に。めっちゃ良かったですね。リピートします、絶対。いや嬉しいです。マジ福岡来たも全然来てください。今夜来るかもしれない。ワンちゃん今夜来る。確かに確かに。ありがとうございます。いい店をありがとうございます。全然任せてください。美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。メリケンバーバーショップ。そうなんですよ。なんかメリケン良くないですか。名前はいいわ。うちのスタッフさんの髪を切ってもらおうかなと。バリ萎縮してる。バリ萎縮してる。じゃあ、キッシーさん、開けてください。開けてください。めっちゃいい、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 めっちゃいい。